1994年、東京都世田谷区のアパートで2人の男女が一つの事件を起こしました。今回はその事件についてまとめていきます。後に事件を起こすこととなる出水智英は1973年に生まれました。出水が生まれた家の家庭環境はかなり悪かったらしく、彼はたびたび父親から暴行を受けていたそうです。父親からすればそれもしつけのつもりだったようですが、出水にとっては恐怖でしかありませんでした。そうして彼が父親に対して感じていた恐怖は成長とともに怒りや憎悪といった感情へと変化を遂げていきます。しかし、そうした感情の矛先が父親に向けられることはありませんでした。やはり父親に対する恐怖心は変わっていなかったのかもしれません。その結果、出水は非行に走るようになっていきます。そんな姿を見ていた周囲の人間は彼に対してすぐに手を出してしまう人という印象を持っていたようです。そうして出水は問題行動を繰り返していきます。そしてついに警察から目をつけられることとなりました。捜査の手はすぐに出水の元へと及び、間もなくして彼は逮捕されたようです。そして少年院に入ることが決まります。一方、後にもう一人の犯人となる女飯田正美は出水と同じく1973年に宮崎県で生まれていました。そのまま成長していった飯田は1993年2月頃に名古屋市で出水と出会っています。この時彼は少年院から出てきたばかりで、工事会社の社員となっていたようです。二人の出会いは出水が飯田をナンパしたところから始まります。彼らはそこから関係を深めていきました。そうして二人が交際を重ねる中、出水が飯田に対してある提案を投げかけます。それは犯罪で金を稼ごうというものでした。この誘いに飯田は乗ってしまったようです。それからの二人は東京、大阪、名古屋、宮崎を転々としながら車上荒らしと窃盗を繰り返します。その被害件数はなんと40件以上にも上ったようです。そうして働くことなく金を手にすることの楽さを覚えてしまった二人はさらなる犯罪に手を染めようと考えるようになっていきました。そこで出水が次なる手段として挙げたのは美人局だったようです。美人局とは女がターゲットとなる男と関係を持ったところで、事前に示し合わせていた仲間の男が姿を現し、ターゲットの男に言いがかりをつけることで金銭を巻き上げるという恐喝のことを指します。つつもたせを計画した二人は最初のターゲットとして飯田が中学生の時に付き合っていた男性 H さんを選びました。そうして飯田は数年ぶりに H さんと連絡を取ったようです。彼女からの誘いを受けた H さんはまんまと話に乗ってしまいます。そこで会う約束をした二人が再会を果たしたのは1993年5月のことでした。久しぶりの再会を喜ぶ H さんを計画通りに誘惑します。これを彼が断ることはできませんでした。そうして H さんが彼女の誘惑に負けたところで示し合わせていた出水が現れます。ヤクザ風の見た目をしていた彼のことを見て H さんは恐怖しました。そして言われるがままに現金を渡してしまったのです。出水と飯田はこれに味を占め、後日再び脅迫に向かいました。H さんはここでも現金を渡してしまいます。そんな風に犯罪を繰り返しながら二人は生活を続けていました。そして二度目の脅迫から数ヶ月ほど経った1994年の2月、三度目の恐喝をしようとした出水は H さんに電話をかけ、近いうちにそっちに行くから待ってろと怒鳴りつけています。H さんの住居は東京都世田谷区にあるアパートだったのですが、この時出水らは福岡にいたそうです。出水からの電話を受けた H さんは恐怖に震え上がります。それと同時にこのまま要求を飲み続けていたら一生金を取られ続けてしまうという不安にも駆られました。そこで彼は金銭の受け渡しを拒否する決意を固めます。とは言っても、それは直接的なものではありませんでした。H さんは実家のある宮崎に帰省し、ほとぼりが冷めるまでそこに身を隠すことにしたのです。彼は出水らが東京に到着する前にアパートを出発します。そして二人に出会うことなく、実家に帰ることに成功しました。そんなことを知らない出水と飯田は2月11日に東京へと到着し、午後2時頃に H さんのアパートを訪れたようです。出水は早速部屋の戸を叩きます。しかし中から応答はありません。居留守でもしているのだろうと考えた出水は無理やりにでも押し入ろうとします。そこで彼は雨どいを登り棒のようにして伝うことでベランダにまではたどり着きました。それから出水はベランダの窓をこじ開け、室内に侵入しています。そうして中を確認すると、部屋には誰の姿もありませんでした。そんな部屋の状況を確認しながらも、
デミズは部屋の内側から玄関の戸を開けます。飯田はそこから中に入ってきました。なんとか部屋に入り込むことには成功したものの、 H さんがいないことには恐喝のしようもありません。金目のものが残されていないかと考えた二人は手分けして部屋の中を物色します。すると1万円札が1枚と1000円札が1枚見つかりました。この金額では満足できないデミズは部屋にあるものを売り飛ばそうと提案します。そこで二人はテレビなどといった売れそうなものを選定した上で質屋に電話を入れました。すると物を引き取るためには学生証と印鑑がいると言われてしまいます。仕方なくデミズは入質を諦めたようです。そうなるととうとう H さんがいないことにはどうしようもなくなってしまいます。途方に暮れた二人は彼の帰りを待つことにしたようです。部屋にいないとは言っても家具などは残っています。そのため引っ越したりしたわけではないと分かっていたのです。さらに二人は部屋への侵入に成功しています。 H さんもまさか部屋に入られているとは思っていないでしょうから、家の周辺にデミズがいないことを確認した時点で自ら部屋に入ってくるだろうと考えていたのです。そうして H さんの部屋で勝手に生活を始めた二人ですが、しばらく経っても彼が帰ってくる気配は一向にありません。部屋への侵入から1日経った2月12日、この日は大雪が降っていました。H さんを待っている間、暇を持て余していたデミズと飯田は雪だるまを作るなどして遊んでいます。しかし、待てど暮らせど H さんは帰ってきません。そしてさらに1日が経過した2月13日の夜、ついには2人の所持金が1000円を切ってしまいました。いつ帰ってくるのかもわからない H さんを待ち続けることは精神的に彼らを追い詰めていきます。もしかしたら彼はもう戻ってこないのかもしれない。そうした考えが浮かぶ中でデミズは次のような言葉を口にしました。ここにいても金にならないし、どうせ捕まるだけだから、いっそのこと死んだ方がいい。彼のこの言葉に飯田も同意します。そうして二人は心中を決意しました。デミズは部屋にあったビニール紐を引っ張り出し、それを飯田に渡します。そして彼女はその紐でデミズを締め上げました。飯田が彼を手にかけてから自身もその後を追うという算段だったようです。しかし彼女には躊躇がありました。結局デミズを手にかけることはできませんでした。翌日の2月14日、今度は順番を逆にしようと考えます。ですが、またも心中は失敗しました。今度はデミズが自決しようとした飯田を助けてしまったのです。そこで二人は心中を諦めます。その後、デミズは隣の部屋に住む学生を脅して金を巻き上げようと提案しました。当時、隣の部屋に住んでいたのは青山学院大学に通う松本浩二さんという男性だったようです。松本さんはこの時点で大学の卒業が決定しており、4月からは宮崎県の航空大学に進学することとなっていました。何でも、彼が昔からパイロットになりたいという夢を抱いていたそうなのです。午後8時頃、そんな彼の部屋のチャイムを悪意に満ちた顔の飯田が鳴らしました。そして出てきた松本さんに対して、部屋の換気扇が壊れたから見てほしいなどと話し、デミズが隠れている外におびき出します。まさか自分が狙われているとは想像もしていない彼はその部屋を出てしまいました。すると突如として刃物を持ったデミズが現れ、それを松本さんに突きつけたのです。そして彼から現金5万3000円とキャッシュカードを奪い取りました。さらにデミズは松本さんを縛り上げ、H さんの部屋へと押し込みます。その上で飯田は、もう金はないのかと彼に問いかけました。その言葉を聞いた松本さんは、友達に貸した5万円を返してもらう。サラ金からも借りてくると答えます。しかしデミズはそれを許しませんでした。一瞬でも彼を自由にした時点で警察に逃げ込まれると分かっていたからです。逮捕を恐れていた二人はそのまま松本さんに襲いかかり、悲劇が起こってしまいました。犯行後の二人は現場を離れ、熱海市にある人のいない別荘に侵入しています。デミズはそこにガスボンベを持ち込んでいました。そう、二人はまたもや心中を図っていたのです。そうしてガスを部屋中に充満させたデミズですが、なかなか死に切ることができません。そんな中、彼がタバコに火をつけました。当然ながらその火は部屋中に充満したガスに引火し、爆発を引き起こしたのです。これによって通報が入り、二人は病院に運び込まれます。そんな中、犯行現場では事件が発覚していました。松本さんと連絡が取れないことを不審に感じた母親が東京に住む叔母に安否確認を依頼していたのです。そうして彼女がアパートを訪れたことで冷たくなっている松本さんが見つかりました。
これを受けた警察は早速捜査を開始します。その中で捜査員は宮崎の実家に帰省していた H さんと連絡を取っていました。そして彼の証言から捜査線上に出水と飯田の存在が浮上したのです。そこで警察が二人の行方を追ったところ、彼らはガスの爆発によって火傷を負い入院しているということが判明しました。これを受けた捜査員が病院を訪れ、そのまま二人は逮捕されることとなったのです。1994年3月5日出水と飯田を起訴し、二人は裁判にかけられることとなりました。5月9日に開かれた初公判の中で彼らは起訴事実を全面的に認めています。そして同年9月5日東京地裁は出水に無期懲役、飯田に懲役15年の判決を言い渡しました。そうして二人に刑が言い渡された一方で、飯田が出水との子供を妊娠していることが発覚しています。そして1995年10月彼女は獄中出産を果たしました。出産に反対していた飯田の祖父母が子供の引き取りを拒否したため、おそらくは児童養護施設に預けられたものだと思われます。いかがでしたでしょうか。金のために何の罪もない学生を襲った犯人、夢半ばにして人生を絶たれた被害者のことを思うと無念でなりません。それではご視聴ありがとうございました。